どうも、みつみつです。チキンやすいひげです。ゆうきゅうしゅうさんです。はい、はい、というわけですね、まあ今回ちょっと真面目な動画になっちゃうんですけども、はい、あの、まあ、さよならガラパゴスのメンバーとして活動していた、あわよくばまさとくんなのですが、はい、まあ、あの2017年8月付でちょっと、まあ、メンバーから脱退という、形になります。はい、はい、まあ理由はっていうと、実は俺らもよく分かってないところがあって、はい、本当に突然収録に来なくなって、連絡もつかなくなって、うん、まあニコニコのコミュニティからなんか抜けたりとか、はい、ツイッターのフォローがなんか相互で外れてたりとかして、うん、まあもう、まあで本人がとね、あの、まあ、ヒゲがあのメールでやり取りしたら、もう続ける気はないっていう、もうとりあえず続ける気がないってことだけが事実なのかな、もはや。そうなんだよね。もう何が理由とかはよく分かってないんですけども、だからまあね、まあ続ける気がないっていうならもう続けらんないじゃないですか。うん、まあ今でもね、あまり YouTube とかの方であんまり表沙汰になってない感じがあるけど、一応3回ぐらいね、うん、あのまさと実は辞める辞めないみたいなことがあったりとかして、うん、もうさすがに無理だべって、ちょっと、まあ、まさとの、なんか、まさととの活動がとりあえず一旦、まあ、おしまいっていうか、まあ、終了って感じになるかね、と。はい。そうですね。まあ、これはね、やれるならね、続けてほしかったけど、本人にやる気がないのはもう無理だからね。うん、いやいややらすようなことじゃないから、これ。そうですね。仕事じゃないし、まあ、仕事でも嫌ならもう続けられないし、ね、うん。だからまあ、という感じで、まあ今までね、まさとさんのことを、まあ好きでいたり、応援してくれた方には非常に申し訳なく思いますけども、うん、まあね、なんか本人から最後一言ぐらいあったらよかったなと思うけど、そうですね、まあちょっと、そういうのもないので、まあすいません。まあ、我々はね、今後変わらず3人で、活動をしていきますので、まあぜひとも、なんか、応援っていうほどでもないですけど、なんか、うん、まあなんか、なんかバカやってんなって見てくれたらなんかありがたく思います。そうですね。本当に。なるべく低評価を押さないとより助かります、ね。それだけは本当に。もう高評価を押せとは言わん。低評価を押さないでくれ。せめて、うん。まあそんな感じでね。あの、まあ3人で今後もいろんな企画とかゲームとかね。まあ、まさととやってたね、ときメモジュースとかテニプリとかもなんか違う形でなんかできたらなと。まあ、引き継ぎみたいな感じで。責任重い。まあ別に、俺が個人でやるかもしれないしね。個人で生放送とかで。ヒゲさんが男を砕いてくどいてるのみたいな。まあそう、まあでも、まあ同じタイトルかかんないけど、ヒゲとかゆうきさんとかとそういうのやるのも、なんか意外と面白くなるかもなっていう部分もあるから、まあまあね、ちょっとすぐにはやんないかもしれないけど、ちょっと考えてます。あ、まあまあ、こんな感じで。まあ、そういう感じです。まあ外は抜けてしまいました。はい。本当に。今までありがとうございました。で、今後も見てくれるよって方はよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、本日の頃はこんな感じで失礼させていただきたいと思います。ではお疲れ様です。お疲れ様です。